クルック・ドビレットの戦いは、アメリカ独立戦争の1778年5月1日、クルック・ドビレット酒場近くで起こった戦闘である。イギリス軍ジョン・グレーブス・シム・コーシの指揮する部隊が、アメリカ側、ジョン・デイシー順将のペンシルベニア民兵隊3個連隊を吸収し、文字通り寝ているところを捕まえた。イギリス軍はペンシルベニア民兵隊に重大な損失を与え、 レーシーとその部隊は近くのバックス軍までの撤退を強いられた。イギリス軍来たアメリカ総司令官ウィリアム・ハウの指揮する軍隊が1776年にニューヨーク市を占領し、1777年にはフィラデルフィア市を占領した。フィラデルフィアに水路補給する手段を妨げていたミクリントリデとマーサートリデを奪取した後でもイギリス軍の兵士や物資の移動や 情報伝達についてはニューヨーク市とフィラデルフィア市の間で陸路に大きく頼っていた。イギリス軍はフィラデルフィア市周辺の電園部に定期的に出撃して両末の調達を行ってもいた。1777年9月からジョージ・ワシントン将軍と大陸軍はフィラデルフィア市の北西にあるバレー法事で陶器宿営に入っていた。 ジョン・レイシーは1778年1月に23歳で、順将に昇進し、ペンシルベニア民兵隊の指揮を任されていた。ワシントンからは、デラウェア側とスクーカル側の間、フィラデルフィア市の北の地域を偵察するよう任務が与えられていた。ワシントンはレイシーに、農夫たちが品物を持って、フィラデルフィア市に入り、イギリス軍に売るのを妨げ、また、地域の愛国者が、 イギリス軍やロイヤリストの部隊から嫌がらせを受けないよう守れという命令を与えた。ワシントンはペンシルベニア民兵隊の徴兵の仕方やレーシーの行動について非常に批判的だった。ペンシルベニアは1000名の民兵でその地域を偵察すると約束したにもかかわらず、それだけの兵士を集めることができていなかったので、ワシントンは周辺の国からも 民兵を集めることを検討していた。ワシントンは国が約束した民兵は半分も集まらないこと、また、レーシー将軍には現場に70名しか持っていないことを記していた。レーシーはイギリス軍の動きを妨害することに関して、ジェームズ・ポッター順庄ほど効率よくやれなかったので、ワシントンは休暇を取っていたポッターが早く帰ってくることを期待していた。四月下旬。 レイシーは地域を偵察する一連の行動を行い、4月27日に現在のハットボロにあったクルックドビレット酒場に到着した時にその活動を終えていた。チリジリになっていた配下の中隊の一つがイギリス軍偵察隊に攻撃され、ロイヤリストのスパイがクイーンズレンジャーズの指揮官、ジョン・グレーブス・シムコうにレイシー隊の行き先を告げていた。クイーンズレンジャーズの指揮官、 ジョン・グレーブス・シムコー・フィラデルフィアでは、ハウ将軍が、シムコーに、田園部を確保し、住人にはその商品を市場に持ってくるよう促すこと、という命令を与えていた。1778年の冬の間、イギリス軍とロイヤリストの部隊は、レーシーとその民兵隊がいたにもかかわらず、繰り返しバックス軍への襲撃を行った。4月、シムコーはハウから、 レーシー隊に攻撃をかける許可を得ていた。4月30日午後、シムコートロバート・アバークロンビー中佐は、その文献隊を率いて、フィラデルフィアからクルック・ドビレットの方向に向かった。この時、レーシーの部隊は約400名おり、その中にはカンバーランド軍とヨーク軍から到着したばかりの民兵も入っていた。その夜レーシーは、 ウィリアム・ニールソン中尉に午前2時から3時の間に偵察を始めるよう命令し、トマス・ダウニーの部隊には紹介に着くよう命じていた。ニールソンはその受けた命令を実行せず、その偵察隊は5月1日夜明けのすぐ前に宿営地を離れただけだった。この部隊が前進してくるイギリス軍を指認したのはまだ宿営地から遠くに行っていない時だった。イギリス軍は5月1日に夜明けに、 クルックドビレットに到着した。シムコーは、ハサミ打ちの作戦を立て、事態は、北と東から攻撃し、アバークロンビーの部隊は、南と西から攻撃することとした。レイシーの将兵は、いかなる脅威に対しても警告を発するよう、配置されていて、イギリス軍に気づいたが、攻撃され、捕虜になることを恐れて、警報のための発砲を怠ってしまった。 ニールソンは一人の兵士を宿営地まで走って帰らせ、警報を伝えるよう手配したが、その兵士は宿営地に到着できなかった。民兵隊は吸収されしかも勢力に劣って、いたのすぐに海藻に移り、ウォーミンスターまで撤退を強いられたので、その宿営地に物資や装備を残したままになった。5月5日にフィラデルフィアのロイヤルペンシルベニアガゼット紙に掲載されたこの、 戦闘に関する記事は次のように書かれていた。去る木曜日夜、イギリス軍不評、隆起兵及びクイーンズレンジャーズの小部隊に、ホブデン隊員のペンシルベニア兵少数とジェームズ隊員のチェスター隆起兵隊を伴い、11時頃に市内を離れ、オールドヨーク道路を進んだ。ビレットの向こう約1マイルで、約500名の兵士で構成される、レーシーの民兵隊と遭遇し、 即座に、これを攻撃した。レーシー隊は当初いくらかの抵抗を示したが、芝叩く間に混乱に陥り、大慌てで撤退を強いられ、約4マイルも追撃された。レーシー隊は戦場に80ないし100名の死体を残した。金曜日には50ないし60名の捕虜と入馬者の魚者が、その荷車の重量に手荷物、小麦粉、塩、 ウィスキーなどを乗せ、イギリス軍と共に帰還の都に着いた。反乱軍の負傷者数は不明である。蒸気の荷車の他に三両が馬を外された後に燃やされた。また兵舎や手荷物で持っていけないものも燃やされた。ロイヤリスト部隊は一兵も失わず、七名が負傷、二頭の馬が殺されただけだった。この戦闘の結果として、 アメリカ軍は貴重な物資を満載した荷車重量を失い、レーシーの部隊は、総勢の約20%が、戦死、負傷、捕虜となった。紹介任務にあった士官のニールソン中尉は、軍法会議にかけられ、命令不服従の罪で、民兵隊から解雇された。5月11日、ポッターが、休暇から戻り、レーシーは指揮官を解任された。ワシントンは、ポッターが、 地域に慣れるまでの短期間、レーシーに民兵隊に泊まるよう求めた。6月下旬、イギリス軍はフィラデルフィアから撤退し、民兵隊の地域防御の任務はワシントンの関心から外れた。戦闘の直後にイギリス軍とロイヤリスト部隊が捕虜を殺害し、負傷兵に火をつけたなど残虐行為を犯したという報告が出てきた。5月7日、ワシントンは、 ウィリアム・マックスウェル准将にハウ・ス軍に報告できるようにこれらの噂の追求を命じた。バックス軍の治安判事、アンドリュー・ロングは戦闘を目撃したワッツ大佐と地元住民4人の先制供述書を取った。地元住民はサミュエル・ヘンリー、ウィリアム・ステーナー、トマス・クレイブン、サミュエル・アーウィンの4人だった。ワッツはおよそ人間的でない野蛮な方法で取り扱われた。 遺体を見つけたと報告し、文明化された国で行使された中でも最も野蛮な行為、そればかりではない、それに匹敵できないような残酷さの最大級の行使において野蛮の局地であると語っていた。レーシーがジョン・アームストロング少将に提出した報告では、 さらにその残虐行為に触れており、イギリス軍の無慈悲な手中に落ちた不幸な者たちの中には残酷に人間性もなく虐殺された者がいた。ある者はそばの藁と共に火をつけられ、ある者はその着衣の背中を焼かれた。生存者のある者は敵が負傷者がまだ生きているのに火をつけ、その者は火を消そうとしたが、苦悶の中で弱り衰弱していたと言っている。私は、 そばの藁の中に横たわっているものを見た。彼らは大変物悲しげな様子をしていた。私が見た他のものは、銃弾で負傷した後、探検や銃剣で一ダース近くの傷を受けた。現場に人々がいたので、これらの残酷さを証明するために、多くの証人を見つけることができる。目撃者として来てくれる人が少なからずいる。としていた。ありがとうございます。